ジョー・イベラはアメリカ合衆国出身のロックミュージシャン、ベーシスト。ヘビーメタルの分野で活動し、アーマード・セイントの創設メンバーの一人としてデビューを果たした後、フェイツ・ウォーニング、モーター・シスター等のバンドでも活動している。当初はギーザー・バトラー、ジョン・エントイッスル、ジョン・ポール・ジョーンズといったハードロック系のベーシストから影響を受け、その後はファンクやフュージョンにも傾倒した。 とりわけ、ロサンゼルスで、ジャコパストリアスのワード・オブ・マウスツアーを見た時には、俺の音楽感が変わってしまった。それまでは、俺は、比較的シンプルなベースプレイヤーだったけど、ジャコに出会ってからは、俺のスタイルも全く変わったという。1982年にアーマード・セイントを結成し、1983年にメタルブレード・レコーズから、セルフタイトルの EP を発表した後、 クリサリスレコードとの契約を得て1984年にマーチ・オブ・ザ・セイントでメジャーデビューした。なお、1986年にメタリカのクリフ・バートンが自己死した後、ベラは公認ベーシストの候補に上がり、オーディションを兼ねたジャムセッションに誘われたが、最終的にはアーマード・セイントに泊まる決断をし、メタリカからの誘いを断った。また、アーマード・セイント在籍時には、 リジー・ボーデンの EP テラーライジングアルバムマスター・オブ・ディスガイズにもセッション参加した。アーマード・セイントが一度解散した後、1994年に初のソロアルバムサウザンド・フェイセスを発表。ベラは同作でベースだけでなくボーカル、ギター、キーボードも兼任し、その後のソロツアーではベースを持たずシンガー兼ギタリストとしてステージに立った。そして、 その後ベーシストとして参加したジャズバンドのギタリストから音楽理論を学ぶようになった。1990年代後半にはプログレッシブメタルバンドのフェイツ・ウォーニングに一時的なメンバーとして加入するが最終的には正式ベーシストとなりプレザント・シェード・オブ・グレー以降多数のアルバムに参加した。同アルバムには元ドリーム・シアターのキーボーディストケビン・ムーアも参加しており、 ベラはムーアが新たに立ち上げたプロジェクトクロマキーのデビュー作デッドエアー4レディオスでもベースを弾いた。またフェイツ・ウォーニングでのボーカリストであるレア・ドラーのサイドプロジェクトエンジンにも参加した。その後はフェイツ・ウォーニングの活動と並行して再結成アーマード・セイントにも参加している。さらにフェイツ・ウォーニング関連ではジム・マテオスが参加しているプロジェクト OSI や マテオスとジョン・アーチによるプロジェクトアーチ・マ、ま、タオスのアルバムでも演奏した。ベラはさらにセブン・ウィッチズのアルバムザイルド・ツー・インフィニティ・アンド・ワンの制作に裏方として貢献した後同バンドの自作パッセージ・ツー・ザー・ザ・ー・サイドにはベーシストとしても全面参加した。2004年から2005年にはフランク・ベロの代役としてアンスラックスのツアーベーシストを務めた。 2015年には、スコット・イアンを中心に結成した、モーターシスターとしてのデビューアルバム、ライドがリリースされた。2019年12月、マーシュフル・フェイトが2020年夏に計画している、再結成ツアーに、ティミ・ハンセンの代役として参加することが報じられた。ありがとうございます。